おはようございます。今日は、なんと、早起きできました。そんな、喜ぶなって感じやけど、なんか、私にとって、結構ね、ここ数日は、なんか全然朝起きられなくて、もう9時とか、仕事行くギリギリに、めっちゃ嫌々、無理くり起きてってやってたんですけど、今日は、朝、なんと、まあ、4時ぐらいに起きてて、なんかコロコロしてないけど、そっからまた二度寝して、7時前くらいに起きることができました。で、それなんでかっていうとね、これを見てください。じゃななーん。かわいいねー。これね、水筒っていうかタンブラーなんですよ。すごいね、卵型でね、かわいいタンブラーなんですけど、サンデーベークショップっていう、まあ、近くにあるね、めっちゃ美味しいケーキ屋さんあんの。そこのケーキ屋さんが出したタンブラーです。で、このタンブラーをね、その4時に起きた後に、もう一回寝た時に夢を見て、このタンブラーをね、買いに行く夢見てたんですよ。で、買いに行こうってなって、行こう行こう行こうみたいになった時に起きた。で、起きたら、タンブラー買いに行ってなかったから、めっちゃシュンとしちゃってね。タンブラー買いに行ってなかったってなったんやん。んで、でも時計パッと見たらさ、まだ7時ぐらいでさ。で、サンデーベイクショップって7時半からやねんな。で、まだオープン前やんと思って。で、なんかこのタンブラーな、これ第2弾で発売されたやつで、第1弾と、これとペアで発売されてるグレーの色のやつはあるんやけど、もうそれ売り切れとんねんな。なんか人気ありすぎて。で、でも私この色好き、一番好きやったから、これが欲しいなと思ってたんやけど、それはまだありそうだったから、あ、これは一番に並んだら買えるんちゃうかと思って。で、7時過ぎ頃にね、まー、あ、ちゃんまだコロコロしてないけど、ちょっと行ってくるわ、つって、水筒欲しいし、言うて、行ってみてん。ほんなら、誰も並んでへんかってん。いつもめっちゃ並んでんねん。でも多分今日は、ケーキメインの日じゃないねんか。なんかケーキメインの日と、なんか、コーヒーとか、お菓子、ちょっとしたお菓子を売ってる人、2種類あって、そのケーキメインじゃない日だったから今日は。それで人少なかったんやと思うねん。で、ラッキーと思って並んでて、で、お兄さんが、なんか、ごとごとな。開店準備してあったよ。で、おはようございます、みたいに言ってもらって、で、おはようございますって言って、あ、すいません、タンブラーっていうか、水筒、まだあります？みたいなこと聞いたら、今日売ってますって聞いてみて、もしかしたら今日売りませんよって言われたら、意味ないやん、並んでても。だから、あ、今日売ってますって聞いたら、あ、ありますよ、みたいな。ただ、このホワイトしかないんやけど、いいですかって言われて、全然いいですって言って。並んで待ってたら、後ろの方に、もう5組か6組くらいかなの人たちが並び始めて、やっぱり混んでくるわーと思って並んでて。で、まあそうこうしてるうちにオープン時間になって、この水筒と、ケーキが4種類くらい売っててね、そのうちの3種類と、ドリップコーヒーっていうのかな、なんかコップにはめてさ、チューってやるコーヒーを、まっちゃんの分と2つ買って、今、コーヒー、それは飲んで、もう一杯目を今ここに作って、で、ケーキは一つ、まあ、ちゃんと、まず一個を半分こして食べたっちゅう次第でございます。はい。かわいいね。ちょっとね、蓋してみたい。蓋してもな、漏れへんかっていうのちょっと確認してて。ちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。これ、中はインスタントコーヒーです。うん。暑い。当たり前やけど。暑いよ。美味しいよ。インスタントが何倍にも美味しく感じる。さすが、水筒の力。美味しいです。
美味しいわ。って感じで、うん、冷たい水用の水筒と、うん、あったかいお茶用の水筒ダブル持ちやな。確かにそんな感じで朝から水筒を買ってまいりました。気に入っております。美味しい。なんか湯飲みみたいな感じ、ちっちゃいから。最近のちょっと近況話でもしますか。最近ね、ベッドの下にスノコを敷きました。っていうのもなんか畳、今まで畳のところで寝てたんやけど、その時は大丈夫だったんやけど、なんかそのフローリングにベッドを直置きするとちょっとカビが生えるというか濡れちゃうよみたいなのを読んで、実際見たらめっちゃ濡れてました。で、これあかんわってなって、即ニトリで、スノコベッドって言えばいいのかな、スノコのベッドの下に引く、ちょっとこう浮かすようなやつ、あれを買いました。で、まあ、届いて、昨日届いたんかな、一昨日か。で、それを今引いてて、で、少しね、ちょっと背が高くなったような感じになって、いい感じに過ごしております。で、なんか、湿気取りパッドみたいなのも買ったし、それもつけてるので、いい感じにね、湿気取ってくれればなぁと思ってます。やっぱ、フローリングってね、そんだけ、なんちゅうか空気が逃げないんだねと思ってさ、空気というか湿気というかね、それがちょっと最近の驚いたことでした。で、昨日はライブをやりまして、ライブでね、みんなの青春エピソード聞きまして、めっちゃ楽しかったです。なんかいろんな話してもろてね、なんかドラマ化みたいな話とかもね、出て、ちょっと気になる方はね、概要欄に昨日のライブを貼っておこうと思いますので、よかったら、まあ、2時間ぐらいあるんだけどね、よかったら聞いてみてください。そんなこんなで、楽しかったんです。今日はね、特に予定はなくて、まあ編み物したり、なんか作業しようかなって思ってます。皆さんも週末は何をする予定ですか？よかったら教えてください。はい、ちゅうわけで、かわいいタンブラー手に入れましたちゅうお話でした。いっぱい使ってくよ。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。
チャンネル登録よろしくお願いします。